皆さんこんにちは、まいのりです。ということで今回は、初心者向けの動画で、よくあるそのキピンを立てられたり、味方がですね、キピン立ててきたり、あと屈伸してきた時に、この人何をしてほしいんだみたいなことがよくあると思うんですけど、まあ一応ねずっとシージをやってるとある程度あのキピン立てられたり屈伸してきたら、あ、なるほどこうしてほしいんだなみたいなのわかるんですけど、まあ初心者のうちそれがわかんないと思うんで、それをちょっと今回の動画で説明していきたいなと、まあ、基本的なことですね、説明していきたいなと思います。でちょっとモケシとミライさんにあんまり喋んないと思うんだけど、あの手伝ってもらって説明していきたいんですけど、まあ、4つか5個ですね。基本的には4つか5個だと思ってるので、それを説明したいんですけど、一応あの防衛側メインで今回は、お話していきたいなと思います。もしね分かんないことがいっぱいあればちょっと今度攻撃側のあれも説明するんですけど、今回一応防衛側でやっていきます。でまず一つ目ですけど、早速ちょっとミライさんにお願いしたいんですけど、例えばここのですね、今記念品質にいるんですけど、例えばじゃあモケシあの辺とかにいてもらって、で敵が記念室を攻めてきますと、ミライさんちょっと攻めてもらっていい？こんな感じで敵がここ開けてきて、まあ、覗きに来たと。そういう時に、こうやって、ここから来てます、みたいな。で、ピンを立てることがよくあるんですけど、まあ、この辺で守ってる時に、ピンが立ちましたと。で、そういう時に、下のですね、方位磁石があるんですけど、ここに、キピンが立つと、黄色いマークがつきます。もう一回つけてもらっていい？こういう感じで。で、そのマークの方を見てもらえれば、こうやってピンが見えるので、で、あ、こっから敵来てるんだなと。こっちから敵来てるぞ、みたいな。攻めてくるぞ、みたいな時に、まあ、基本的にですね、ピンを立てることがよくあります。で、次にちょっと準備フェーズですね。まあ、こうやって防衛側を補強していくんですけど、どうしてもね、みんな、ボイスチャットとかしてないと、補強し忘れてるところとか、あったりするんですけど、そういう時にこうやって、ここ足りてないとか、足りてないみたいなピンを立てることがよくあります。でそういう場合はね、もうすぐ、閉めてもらっていいんですけど、一つね、注意してほしいのがこの3つ目ですね。こういう感じで、ボムとボムの間に壁があって、そこを開通して、敵が入ってきたのを、見えるようにする場合があります。でそういう時に、例えばね、こうやってピン立てられました。立てられた時に、あ、補強してと言ってるぞと。補強しますみたいなやっちゃうと、たまに補強しちゃいけないところをねしちゃったりすることがあると思うんですけど、まあ、最初のうちはね、その時に確認してほしいのが、こうやってイングレ持ちの人がちょっともう消しちゃってもらっていい？なんかたまにこうイングレ持ちながらこうピン立ててくる時があるんですよ。ここを開けるぞみたいな。でこういう構えをしてピン立てられた時は、基本的にそのここを穴開けるからちょっとどいてみたいな、イングレとか C4 で開けるときに、その爆破ダメージが近くにいると、食らっちゃうので、ちょっとここ穴開けるから、どいて、みたいな感じで、もう一回、ちょっと待っていい？こんな感じで、こういう感じでなんかちょっと、ちょっと投げるよみたいな、素振りしながら、ピン立てると思うんで、そういうときはちょっと気をつけてもらって、穴開けるんだなってことで、速やかにちょっとどいてもらえれば、すぐね、こうやって、穴開けると思うんで、でもし本当に分かんない場合は、一旦その場からね、どいて、離れて、でそれでもピン立ててきて、イングレとか投げる様子がなければ、閉めていいと思います。はい。一旦イングレかなと思って離れてもらえれば、離れた時点で投げると思うんで、もし投げなければ、補強なんかしろってことかなってことでしてもらって大丈夫だと思うんで、はい、その辺はね、やっていくうちに分かると思うんで、一応その、補強しろって言ってこうピン立てる場合と、ここイングレとか C4 で穴開けるからちょっとどいてっていう時にピン立てることがあります。で次4つ目なんですけど、この4つ目がねすごい厄介で、最初のうちはさすがに分かんないマジで、結構やってるうちに、こういうやり方もあるんだっていうことで分かると思うんですけど、こうやって味方がそのどっかでね敵と接敵してきて、でいっぱい弾が当たって、でも上のねその味方のゲージ見れば分かるんですけど、体力ゲージこれが今もうめちゃくちゃ少ないじゃないですか。
そういう時にこうやってなんか近くに来て自分の下にピンとか立つってこう屈伸してきたりするんですよ。でそういう場合は基本的には一旦負傷させて起こしてっていう場合が、まあ、基本っていうかまあ大体そうなんですけど、なんでって思うと思うんですよ最初のうちは。でこれ例えば HP5 でそのどっかでね敵に撃たれてやられました、負傷させられました、基本的にそれ蘇生ってできないんですよ。もう負傷したとしてももう一発撃たれて死んじゃうと。でそれよりはこういう場合になんかね適当に当てたりすれば敵じゃない味方負傷して、でそれで蘇生すれば味方の体力50で復活するので、この50の状態で撃ち合いに行った方がまあ弾基本 2,3 発は耐えられるので、まあ、5の状態では、こっちの方が戦いやすいということで、このアーマーを着るとですねアーマー着ると絶対負傷になります。確実にどんな銃で撃たれても一旦負傷します。絶対こんな感じで負傷します。それだけ覚えてもらって、もしね起こしてって言った時になんだろう、ルークのアーマーがあった着てる状態で起こしてって言われたらもう何も考えず撃って、負傷させて大丈夫なんですけど、もしルークのアーマーがない場合はたまにね負傷せずそのまま死んでいくことがあります。でそういう時は一旦ねこういうバリケードとか閉めてもらって、でその反対側に立ってもらってで、まあ、撃ってあげると。そうするとダメージ減るので死なないことが、まあ、わかんない、たまに死ぬけどその方がダメージ少なかったりします。でも一番確実なのがさっきやったみたいにこういうガジェットスモークとか、あとバルキリーのカメラとか何か持ってればそれで当ててもらえればダメージ食らうので、まあ、それで負傷させてもらっていいかなと思います。ということでちょっと次攻撃がなっちゃったんですけど、味方が負傷しちゃって、その負傷した味方がピン立ててくる時があるんですけど、まあ、そのピンに2つ種類があって、それちょっと説明していきたいんですけど、まず先にその2つのパターンをちょっとお話しすると、1つ目は負傷してる味方が、まあ、ピン立てた時に、相手はまだ生きてる場合のパターン1。で、パターン2が自分も負傷させられたけど、その相手も負傷させたっていう場合がパターン2。この2パターンちょっと説明します。まずちょっと1つ目ですね、こうやって2人で攻めてる時にこう敵と打ち合いに行きました。そういう時に敵に撃たれて、えよって、で負傷させられたっていう時にここ敵いるって言って味方に教えて、こうやって逃げてちょっと負傷させられる、あ負傷じゃない、蘇生待ちプラスここに敵いるから倒してみたいな感じでピンを立てる場合があります。まずこれ一つ覚えてくださいね、一つ目のパターン。ということでちょっと二つ目のパターンのお話するんですけど、最初話したようにその味方も負傷させられてけど相手も負傷させた時、まあ、両方負傷してる場合ですねにの時に立つピンの、話をしたいと思います。どうぞ。で、こう味方が負傷しましたと。相手も負傷してますと。で、そういう時に、こう、味方がピン立てつつ、こうやって、こっちに寄ってくると思うんですよ。めっちゃ遅いね、これ、寄るの。こういう感じで。で、そういう時に立つピンと、最初話したように、敵が負傷してない場合に立つピンって、ちょっと違いがあって、その話をね、最後にちょっとまとめて、これ、説明が難しいんですけど、何が違うかっていうと、負傷した場所から例えばね今敵がここにいたとして、ここ全部車線が通るじゃないですか、この辺一帯で。そういう時に何だろう、ここで負傷させられました、で敵は生きてる、そういう場合ってもうここまでこうやって味方の方に向かって行っちゃうと、もうこの間で撃たれて死んじゃうんですけど、敵が生きてる場合ってこうやってもう敵から車線通らない場所にもう逃げるしかなくて、逃げながらピン立つので、そういう場合はもうまああくまで予想ですけど、まあ、敵生きてるんだなと、生きてるからこうやって向こうに近寄れないんだなと思ってください。
で、その2つ目のパターンの場合って、相手も負傷してるので、こうやってピン立って、相手も負傷してますよって教えつつ、こう、なんだろう、無防備なんだけど、のんきにこう、蘇生して、みたいな感じでこうやって来ると思うので、そういう場合はもう普通にね、蘇生してもらって、まあ大丈夫だと思ってください。まあこれ本当予想なんですけど、この2つのパターンの、ピン立つ場合があるということは一応頭に入れておいてください。はい、そんな感じです。ということで、ちょっと今回、5つですね。基本的には4つ。プラスアルファで5つ目の、その、味方が負傷して敵が生きているとき、または味方も負傷して相手も負傷させた場合に立つピン。これはちょっと難しい、上級というか、まあね、難しい話なんですけど、はい、それも一応頭の中に入れておいてください。それでマルチやってください。ということで、何かちょっと説明が難しかったんですけど、何か分かんないこととかあれば、コメント欄で質問してください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちします。バイバイ。すいません。今回動画で4つで、多くても5つってことで説明したんですけど、もう本当申し訳ないんですけど、1つ思い出しちゃいました。はい。攻撃側って爆弾解除のルールの時にディフューザーを持って行動してると思うんですよ、1人がね。で、その人を倒した時にディフューザーがポンってその場に落ちるんですよ。で、攻撃側はそのディフューザーを、ボムまで行って、そのボムの中で、ディフューザー設置してっていう流れがあると思うんですけど、そのディフューザーがね、例えばボムとか全然違うところで落ちたりとか、そういう場合にここディフューザー落ちてるよっていうことでピンを立てることもあります。はい。なのでディフューザーがね、その辺に落ちてて、攻撃側は敵を殲滅させるか全員倒すか、ディフューザーを、ボムの方で設置するか、どっちかなので、もうそもそもそのディフューザーが全然違うところで落ちたりすると、そのディフューザーさえね取られなければ、時間切りになって相手は負けるので、もしね自分の目の前でディフューザーがポンって落ちた場合に、味方がここにディフューザー落ちてるから、ボム守らないでこのディフューザー守れば勝てるよみたいな感じでディフューザーをに向かってピンを立てる場合もあります。はい、すいません、それだけ。これはね、でも上級者でもディフューザーをピン立てて、ディフューザーが落ちてるよってことでピン立ててることはあんまりこう分かりづらい、あの人ディフューザー守ってんのかなって、たまにこう、あ、そういうことかって思うこともあるんですけど、まあ、それはねちょっと難しいので、まあ、最初のうちはそこまで、考えなくていいのかなと思うけど、まあ一応ね、はい、知識としてディフューザーが落ちた時にピンを立てることもあります。すいません、これだけ説明しました。申し訳ございません。すいません、最後に一つですね言い忘れてたことがあって、例えばバンディとか、家が使ってる、なんか設置するガジェットを、オペレーター使ってるとか、まあ、防衛側だとですね、攻撃側だと、テルミ使ってたりサッチャー使ってたりっていう時に、例えばじゃあテルミの人にこっちの補強壁開けてとか、サッチャーの人にここを EMP ってガジェットね投げてみたいな感じでピンが立つこともあります。はい、あとバンディとかにここ、ショックワイヤー置いてちょうだいとか、あと家側にここ、ADS 置いてみたいな感じで、そのそれぞれのオペレーターに対してやってほしいって言って、何かこう置いてほしいみたいな時にピンが立つこともあるので、今回紹介したのはそういうのはまあ省いて、まあ全員にね共通することを、お話したので、一応そこだけは注意してもらって、もしかしたら自分がバンディとか使ってる時に補強壁に向かってピン立てられたら、あ、ショックワイヤー置けってことなんだなっていう場合もあるので、それは注意してください。はい、すいません。